切るところを間違え、混乱してしまった大島リノンキャスターです。さあ、ここからはですね、8月7日、今日は月曜日ですけれども、その8月7日は語呂合わせで花の日だそうです。ということで、ここからはですね、夏のお花リポートを紹介していきたいと思います。また夏休みできないことを思い出すという花火、そうなんですよ。ライブカメラで花火見て、海見て、ああどっちも行けそういないな、ひまわり見て、ひまわり畑見て、ああ行く予定ないなそういうのばかりをですね、この番組中思い出すんですよね。でも大丈夫、私はイオンモール行けましたからねひまわり畑も人気なんじゃないかな、夏休み。ね、暑いですけれどもね、こう、よく晴れた日、いい思い出になるのではないでしょうか。ね、素敵です。今度はこちら、群馬県安中市の方からいただきました。もみじ、青いということです。え、どういうこと？なんかちょっと。あなるほど。もみじも見当たらないし、青くもないし、赤いとか、なんかいろいろ混乱したんですけど、もみじ青いという品種だそうです。そうなんだ。ちょっと知らなかった。あー、なるほど。ね、ハイビスカスと同じこの先端にこうついてますよね、こういうのがね。ね、切るとこ間違えちゃいました。もみじ青いで繋がってましたね。なるほど。北アメリカ東南部の湿地を故郷とするハイビスカスと同属の植物。あ、紅色器とも呼ばれるそうです。漢字で書くと紅色器とも書くそう。そうなんだ。初めて見たし、聞きました、私。なんかちょっとユリっぽい感じにも似てる気がするんですけど、つぼみからこうね、咲いていく感じ。ハイビスカスかということです。この時期の花なんですか？冬の越し方とか、花の時期。7月から8月末頃までということで、じゃあまさにザ・夏の花ですね。このね、赤い真っ赤な感じもハイビスカスによく似て、そうですよね。青くないじゃんって思いましたよね。私はそもそももみじが見当たらなくて大混乱してたんですけれども。ね、もみじ青いということです。あ、そうですよね。青くないのになんで、わかった。青いって色じゃなくって、青いの方でした。あの草冠に、こう、ね。そう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 、こっちです。ありがとうございます。コメントに救われてます。そっちの青いという風に書くそうです。なるほど。さあ、ということで皆さんからですね、いただいておりました夏のお花リポートを紹介していきました。